AT&T ワーナーメディアワーナーメディアは、アメリカの総合メディア企業、映画会社、ワーナーブラザース、ニュース専門チャンネル、CNN などを要する複合企業体である。1990年、ワーナーコミュニケーションズとタイムが合併し、タイムワーナーとして設立される。その後 AOL に買収され、2000年に AOL、タイムワーナーとなるが、IT バブル崩壊などの影響により、 AOL 部門の業績が悪化、影響力が低下したことから、2002年に社名をタイムワーナーに戻した。2018年、AT&T に買収され、社名をワーナーメディアに変更した。ニューヨークのタイムワーナーセンターワーナーブラザーズ本社、ワーナーブラザーズ2019年7月9日、AT&T の参加で、HBO の親会社であるワーナーメディアは、 定学生動画配信サービス HBO Max を2020年春に開始すると発表。2020年5月27日から同サービスの提供を開始した。HBO や TBS、カートゥーンネットワークなどのワーナーメディアの各番組に加え、ワーナーブラザーズやニューラインシネマ、DC コミックスといった関連会社が制作した映画、ドラマ、 本配信サービスのオリジナル番組などを配信する。ありがとうございます。